泉さん、ホバーキャリアに乗せてください。そうです、そのままそのまま、そのままゆっくり、よっと。おお、このアシストスーツをつけるとね、誰でも軽々と家具や荷物を持ち上げることができるの。腰を痛めたりする心配もないわね。素晴らしいわ。はい。よっ。お疲れ様でした、泉さん。引っ越し完了です。アーボットもお疲れ様。このスーツとってもいいね。これも未来開発室の主任が開発したんですよ。主任ってあの方だっけ？そうです、神武この方の天才のあの方です。本当に天才なんだね。ええ、天才なんですよ。アーボさん、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。やっぱりそうなんだね。何がですか？アーボットと一緒に引っ越しを手伝ってて、私実感したんだ。引っ越しって荷物だけじゃなくて夢や希望も一緒に運ぶんだって。私不安だったの。引っ越しってずっと住んでた家や友達、親しい人と離れ離れになって、知らない街で一人で暮らす。本当は行きたくないなって思ってた。でも今は不安や寂しい気持ちもあるけど、それより引っ越した先に何が待ってるのか、新しい街でどんな毎日を過ごすのか、それが楽しみになってる。泉さん、ありがとう、アーボット。え？未来に連れてきてくれて、こんな気持ちになれたのもアーボットのおかげよ。いえ、そんな。でも、お役に立てたのなら光栄です。私を未来に連れてきたのはこのため？ええ、泉さんのためです。でも泉さんのためというか、違うの？泉さんのためなんですけど、おっと、間もなく次のお客様のお宅に到着ですよ。ん？2軒目も頑張りましょうね。未来だって、引っ越しはアート。